うお、一旦動画やめれたわ。すごい辛かったけど。って言ってすぐ始めてる。なんだかって。でもね、今からみんな、始まる教授のおもろ独り言、独言動画始まるからなと思った。始まりません。なんと今からね、俺は、時計の電池を買いに行ってね、ちょっと表示が濃くなるのが嬉しいので、表示が濃くなったって思いたいだけで、電池を交換します。別に電池の交換なんかしなくていいと思うんですけど、でも結構電池交換してないからね。電池交換できれば電池交換して飲み物取って、いろいろやりに行くので、しばらくの間画面の中に俺はいません。画面上にあんまり出ないです。てなわけでね、よろしく頼むよ皆さん。このね、生活音っていうか静寂を楽しんでくれ。はい。すごいな、なんか中二病だね。ちゃんと中二病、ちゃんちゅうだ。何でも略すればいいってもんじゃないんだよな、日本人の悪いところ。なんで日本人で来るんだよ。俺の悪いところでいいだって言うけど、今やっぱ自分のことを責めたくない時期なんでね、日本人が悪いことにしてみます。ずるいでしょ。俺は悪くないんですよ。あ、一旦ションベン行こうかな。一旦ションベン行っていろいろするわ。マジで口がカピカピだわ。あ、この部屋が乾燥してんのか。なんだ、単純な話じゃないか。単純。
電池買うの忘れた。歯磨きしてきた。歯磨きしてるのに口くせえな。別の意味で口くせえよ。
耳かい、時計合わせのめんどくさかった。何分経った？16分。すごい経ってる。すごい経ってる。下ネタしか言わねえな、さっきから。さっきっていつだ。一応アロマ洗ったわ。あんまわかんないけど、5、6、7、8、9、10、1。敵ポンポン。よくわかんないスプーンがあるんで、向こう持っていくわ。よいしょ。めっちゃ口乾くな。歯磨きしたけど、歯磨きして口潤おうかなって思ったけど潤わねえ。ミルクティーなの。なんか口が変な味する。ずっと変な味するわ。あ、歯磨きしたからか。歯磨きした後舌磨いた後に歯磨いて、でやっぱ舌がめちゃくちゃ綺麗な状態で歯磨きの味が染みついた。死ね死ねとか言うな。そんな悪い言葉使っちゃいけんどうよ。いけんよ。うん、ちょっと待ってね。どこにあると思う？たまに、てかさ、ミルクティーってめちゃくちゃそこに味溜まってるよな。溜まってた。あれ、こいつか。お前だよな。すごい泡になった一瞬で。デルデデルデデル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 デデル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 デね、いない首狩り族でした。はい、首狩り族っぽいけど全然首狩り族じゃないし、動きながらテリーのモンスターズなんたらが喋れないな。合ってんのかな時間。一応今電波時計で受信してるけど、あれ何も変わってねえな。何も変わらなかった。まあ、歯磨いた後だからめっちゃ吐いて、歯磨くと歯きれいになるからさ、歯の赤みたいなさ、歯垢でガードできねえよ。冷たさはが、いや時計合わせたわ。チュン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 。あーでもちょっと面白くなくなっちゃったな。時計が24時間制にしたから、今何時か。うん、24時間制でいいよな。時計20何時とかでさ、そっちの方が分かりやすくないか。今何時だろうなっていうの。普通はなんか12時間制にしたらさ、午後か午前かって文字が出てくるんだけどさ、やめたわそれは。うん、24時 24H 制にしたわ。やったことあんまないけど、ちょっと面白いな。設定って面白い。いろいろできるから。はぁ、設定は別に面白いんだよな。いろいろできることが面白いんだけど。スマホどこだろうな。スマホ中毒ですよ。スマホなんてマジで面白くない。スマホは面白くはないよな、別に。でかいスマホ欲しいな。6.5 インチのさ、あれ、あるじゃん。iPhone X の iPhone11。でもさ、6.5 インチって言ってる割にはさ、使える部分がちっちゃいから別にそんな意味ないんだよ。でかかろうが、でかかろう悪かろうじゃないけどさ。だから iPad mini ってマジで最強だろうな。ほぼ全部使えて 7.9 インチくらいあるから。 iPad mini がやっぱさ、一番漫画見んのにいいような。 Kindle がどうのこうのとか言ってるけど、スペックとかよくわからんけどね。え、 Kindle も意外にいいのかもなとは思ったりするけど、漫画読めたって白黒しか読めないし、結局俺が欲しいのはカラーだから。カラーを読みたいんで、やっぱりカラーがあるんだったら。そういうところで Kindle って弱いよな。で、カラーは強いかっていうと、カラーの Kindle はどうなのかって微妙だし、だったら iPad で漫画読んだ方がいいよな。タブレット、iPad が最強。
なのかわからんが、どれが最強なんだろうな。まあミルクティーでも飲みますか。ミルクティー意外に美味しいな。何が俺あんま好きじゃないんだっけ。まあ俺これもあんま好きじゃないのかな。うん、わかんねん。うん、ミルクティーもティーだよな。砂糖の塊だけど、すごいね。コカ・コーラ並みにエネルギーあるわ。37、コカ・コーラが45です。でも45って1本じゃないからね。 100ml あたりだからね。5倍しなきゃいけないんだよ。あれに書いてるカロリー。せこいよな企業も。せこせこせこいよチョコレート。やばいな、せこいよチョコレートって多分地域限定だよな。バレたらまあ別にいいや。大丈夫だな、地域限定じゃないよな。俺マジで久々にセコイアチョコレート食いてえわ。あ、セコイアチョコレート食いてえわ。スニッカーズを買おうと思ったんだけどさ、スニッカーズじゃないんで俺が食いたいのはセコイアチョコレートなんだよ。別に全然好きじゃないんだけど、 CM がちょっと印象に残ってるからさ。ガリガリクガリガリクンガリガリクンってくんって言うんだよね、俺いつも。ガリガリくんがって言うんですよ。ガリガリくんガリガリくんガリガリくんです。どうも、ガリガリくんです。ね、坊主にしようかな。坊主にしたらマジ便利というかさ、髪が伸びないじゃん、そんなに。こいつが邪魔だから、一旦全部坊主にしちゃおうかな。でも、坊主にした時の俺見る？俺が見る。俺見るって言ったけど、みんなに見るって言ったけど、俺が見るだけだけどね。あ、23分になったから一旦やめるわ。カスみたいな動画でごめんね。